6月26日丸ゼミ。情報とエントロピーのショートムービーの第5弾です。今日はディープラーニングとエントロピーの関係の話をしようと思います。その第1回です。で、第1回はその相対エントロピーとその解釈の話をしてみようというふうに思います。えっ、ー、と、まあ、あの、シャの普通のエントロピー、あの、社能エントロピーですけれども、 基本的には確率分布 Pi,P サ u b i が与えられたときに、そのエントロピーというのは次の式。要するにマイナスの、あの、P sub P サ u b i のシグマ。それの和ですね。で、これはだから、対象が何であれ、あの、確率分布が与えられてさえいれば、その K に対してエントロピーが定義できるという、 これはこれで素晴らしいというかえと我々の認識は大抵あの確率的にしか与えられないものが多いわけで数学は違いますね。で我々の経験的な認識は基本的には確率分布で与えられると思ってもいいわけでそういう意味では確率分布があるところにはエントロピーが定義できる。 だからどこにでもエントロピーってあるんですよね。で、ただ、どんな確率分布に対しても、ある意味アプリオリにエントロピーが甘具体的に定まるというのを、少し違和感がある人がいるかも。それはあの、正しいですね。大体いい確率分布があのアプリオリに与えられるかどうかは自明ではないですね。 あの数学的なモデルでしたらその確定的にあの確率分布を与えることはできるかもしれません。だけど大抵は経験的な認識の世界はそういうことはないんですね。でまあそういう、まあ、前回も少しあのこのシャノンの式で確率分布から自動的にある意味では あのスターティックにあのエントロピーを取り出すということをそれでいいのかって話をちょっとまあ実際にはそのエネルギーが関係してあの実際にはそんなに単純じはないわけですけれどもで、まあ、今回はあのその確率分布というものがあのそんなにきちんとした形でいつも与えられる与えられるのかというところにちょっと疑問を向けてみました。 でそういう人にとってはあの今回話す相対的エントロピーって考え方の方があのすっきりくるというふうに思います。で基本的には我々が知るエントロピーあるいは我々が知る確率分布っていうのは確絶対的に確定したものではなくて、まあ、ある意味我々のが事前に知ってることとの関係で決まるという。 あのそういう意味では確率分布もエントロピーも相対的なものだという考え方ですね。これはこれでとても大事な考え方です。でまあそういうのはベジアン確率のベジアン的解釈になるわけですけれども相対エントロピーをまずその,あのベジアン的な確率理論から解釈してみようということをちょっとやってみようと思います。 で、p に対する q の相対エントロピーっていうのは、こういう式で決まります、ね。qx ログ qx over px。で、p と q と p が出てきます。していますね。で、まあちょっと、シャノンエントロピーと似てますが、その、ログの中に q だけじゃなくて、 P が分母のとこに現れているというのが大きな違い式、ね、見てあのこの相対これを相対エントロピーとていうわけですけれども相対エントロピーが0になるのはログの中が分子と分子が分子と分母が等しくなって1になってで P と Q が等しい場合はこの相対エントロピーが0になるってことはすぐ分かると思います。 で相対エントロピーをこれをあの QP の間にあのバーを2つ置いて二重のバーでふうに表すこともありますまあ医療表記表があるんですがこの表記表もよく使われる Q バーバー P そういう表記をしますでこの相対エントロピーには次のような解釈を与えようと思います で、事前に知っていた確率分布を P として、まあ多分それは性感知識ではないかもしれないし、仮説と言ってもいい。正確にはないんですね。で、ただし実際に観察されて、観測されて得られた確率分布を Q とします。これが、あの P に対するあの相対 Q の相対エントロピーということになります。これはやっぱりベーズヤの考え方ですね。 だから相対エントロピーっていうのはアップリ理。あの、シャノンのエントロピーの場合には、あの、前提というか、あの、もう、アッリオ理に、あの、確率分布が与えられて、アッリオ理にエントロピーが決まるという考えなんですが、ベースナンの場合には、何かに対して相対的にエントロピーが決まっていくという考え方になります。で、このエントロピーのこの相対的な解釈、 実はは人間の認識でで得られるる情報あるいは学習ですね。だから今回のディープラーニングであのエントロピーを使おうっていうのもまさにそういう学習何を学習しているのかっていうところの情報の解釈にこのベジアン的な解釈はとても向いています。で認識や学習のモデルを相対エントロピーを使って解釈できます。 例えば先ほどの,あの相対エントピーがゼロになるっていう場合の解釈ですけれども P は仮説ですね P, P に対する Q の相対エントピーで P は仮説なんですが仮説と観察結果が一致した場合これはだからあのエントピーがゼのその実験で得られた情報はゼロだという予想通り 何も曖昧なところはなくて予想通りの結果が出たらあの相対のトピはゼロになったんだというふうに考えればいいと思います。でもうちょっと詳しく、あのー、認識の順番、まあ、ステップは時間でもいいですが、まあ連,続あのー、連続しているとはあのーあのー、本当の時間とは限らないので一、まあ、つのステップを t で表してで事前の仮説を pt-1 今 t だとするとあの事前の仮説は pt-1 で与えられるとすると実験とその観測によって事後的にこの pt-1 は qt に置き換わりますだからこの実験で得られた情報は pt-i に対する qt の相対エントロピーというふうに考えることができます で、ただこれはあの t をどんどん変えていくと、qt を新たな pt として、で、一つずれていきますね。だから、pt に対する、pt、今度は pt を仮説として、あの、q をもう一つ先のステップの、あの、観測結果の分布というふうにすると、こういうのを、あの、繰り返すことができます。 でどん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  T を進めていくと実験を繰り返してで最終的には仮説と実,あの実験結果が一致するようになる。でそれはだから我々の認識が発展して実験で予想,予想される仮説がだんだん正確なものになってくる。 で、これはだから認識の発展っていうのは、この仮説に対する実験結果の相対エントロピーがゼロになる。で、ここで、あの、この仮説についての,あの実験は終わるというふうに考えればいいわけですね。で、もしも逆に、あの、最初から正しい分布 Q が与えられていたとします。で、そうすると、あの、何らかの方法で、 あの Q、このの正ししいいを何らかの方法で知っていたとしますもうこれはちょっと不自然な過程かもしれませんがでもわからないですよね。あの数学的なモデルあるいは数学的なエントロピーで考えたら正しい分布って存在するはずですからでそれに対して実験 PT を繰り返すで。ですからこの場合の相対エントロピー実験に対する正しい仮説正しい認識。 の相対エントロピーはあの実際の実験が正しい答え Q に至るために学習しなければいけない情報を表すことになります。で Q は常に正しいと仮定しているので先の例と違って Q は T のパラメータ抜いてますね。あの Q は時間に依存しないっていうですね。で ここでは、あの、実験 PT に対する、あの、人物の確率の Q っていうのは、あの、これの相対エントロピーというのは、もはや学習すべき情報が残されていない。で、ここでもやはり学習は終わりますね。相対エントロピーがゼロになった場合。といろいろ、そういう意味じゃ、あの、仮説と実験による実証、アプリを、あの、あの、過程とそれの あのアパストリオリな結果っていうふうにあのものの相対エントロピーを考えるとあの認識が発展するあるいは仮説が検証されるそういうモデルを相対エントロピーの形で作ることができます。で実はあのディープラグが使われるのはこの相対エントロピーというよりはクロスエントロピーってやつを使いますね。 で、まあ、これについてはまた、あの、次回も少しお話ししようと思いますけれども、あの、ディープラーニングのコスト関数として、クロスエントロピーって使われるわけですけれども、それは相対エントロピーの一種ですね。正しい分布を Q で、実測値を P としたときに、クロスエントロピーっていうのは、えっ、ー、と、これはシグマの Q1、Q サーブ I、ログ P, P サーブ I のシグマ。 で、こういうものとして定義される。ただこれ形を見たらちょっと意味わかりにくいかもしれないですね。でもこれはこのクロスエントロピーと今見てきたある意味認識論的なっていうか認識の変化や学習を特徴づける相対エントロピーとの関係でこのクロスエントロピーを考えると意味がよくわかるというふうに思います。 で、この相対エントロピーの定義は、先ほど見ましたように、Q s u ブアイログ Q1 オーバー P サーブアイですね、のシグマですから、これは、あの分、子分子の分母の部分をマイナスで外に取り出すと、えっと、Q サ u b i log Q サーブアイのシグマ。これはあれですね、あの、ノのエントロピーの符号を逆にしたんですマイナス HQ ですね。 で、後ろの方は、えっ、ー、と、分子の部分をマイナスをつけて、あの、外に出したわけです。Q サブバ 6P サブバこれは今見たクロスエントロピーの定義そのものですね。だから相対エントロピーっていうのは、もともとの,あの実験結果の、あの、観測結果のシャノンエントロピーと、それからクロスエントロピーを通じて定義できます。で、まあ、 シャノエントロピーはだからちょっとあまりにもあの天下り的だと思いますけれどもでかつクロスエントロピーの定義の意味も式の形から分かりにくいと僕は思っていましたただあのディープラーニングでの学習の直接の目的はクロスエントロピーを最小にするってことなんですけれども、ね、相,相対エントロピーの言葉で言えば正しい認識に至るために 残された学習すべき情報を最初のものにするということになります。だからクロスアントロピーは相対アントロピーで定義で,できますから、こういう言い方ができます。そういうふうに考えた方が、クロスアントロピー、まあ、あのコスト関数のというのクロスアントロピーの意味は分かりやすいというふうに思います。